そんなジャックを一緒に見ていくのが、まもなくデビュー10周年を迎えるアイドルグループベリーズ工房の徳永ちなみさんと菅谷梨紗子さん。アイドルとスパイ、果たして今日はどんな化学反応が起こるのでしょうか。2人と共に第1級スパイアクションドラマチャックに迫ります。そうですよ、はい、意外な人がスパイの可能性ありますからね。そうですね、この2人もひょっとしたらスパイかもわからないというあるかもしれません。ということで早速ゲストご紹介です。ベリーズ工房から徳永ちなみさんと菅谷梨紗子さんです。ねえ、ひょっとしたらですもんね、はい、ひょっとしたら、ね、ひょっとしたらまあスパイかもしれないよね、隠してるだけでね、はい、絶対ないですよ。さあ、そして解説はワーナー TV から本田敏彦さんです。はい、よろしくお願いします。もうベリーズ工房大好きですね。ありがとうございます。10年です、10年、はい、デビュー10年ですね、はい。さあ、もう本田さんの愛が止まらないということなんです、はい、今日はなんか格好があれなんですって。そうです、今日あの VTR 見ていただくと分かるんですけど、はいはい、チャックと同じ格好をさせていただきます。あら、そうなんですね、ありがとうございます。さあ、まあこのね、はい、チャック、今までのスパイのイメージを覆すっていうふうな、はい、まあ、ストーリー展開が話題なんですけども、なんと今日番組が事前にですね、はい、お二人に徳永さんと菅谷さんに、はい、スパイのちょっとイメージ図をですね書いてもらいました。じゃあまずは徳永さんがいきますか。私はこちらです。はい、おーですよね、はい、やっぱりまずはサングラス、サングラスとスーツ、スーツ、はいはい、そしてこの髪はちょっとジェルでこう質さ分けて、またチャックとは違った感じで、ちょっと違う感じの、なんかジェルとかで固めるような、じゃあ菅谷さんいきますか、はい、私あれちょっと待ってくださいよ、ちょっと美容院なのかあ、でもまあこのこれは何、これこれ、あのなんかよく通信マイクみたいな、ああ若干 SP と混ざってるっていう本当ですか、ここまでバレバレのスパイってそんなにいないですよね。そうですね、まあでもサングラスはやっぱお互い、はい、そうですね、可愛いものとしてつけてエココラー、はい、はい、さあということで本田さん、ね、まあやはりこういうふうにねちょっとイメージがまず、はいはい、一般の常識とちょっと違うスパイドラマと、そうですね、今回は主人公がこういったスパイではなくてオタクなんですね、はい、そうなんですが、あのスパイの魅力満載 の、はい、あの海外ドラマになってまして、だからあの新しい海外ドラマ初めての人もいいですし、あのハリウッドの達人、例えばミッションインパッシブルとか007とか、ああいうのが大好きな方でも絶対楽しめる海外ドラマになってます。いや、もう分かりやすいけど電車男が実はスパイだったぐらいな、イエスイエスイエス、分かりました。では今日のランキングはこちらです。はい、海外ドラマチャックの今すぐ見なきゃもったいないポイントベスト5です。なるほど、はい、ランキングボード、このようになっています。まずは第5位、こちらです。ザ・スパイな世界観です。まずはここからでしょ、まあ、そうですね、やっぱりね、では見てみましょう、はい、こちらです。はい、そうですね、毎回ドキドキですね、はい、素晴らしいです。どうですか、ちょっとお二人気になりませんか。ちょっと気になる、あの私、ね、そのチャック、あの DVD ボックスをお借りしてちょこっと見たんですよ。おうおう、でも最後まで見切ってないんですよ。おうおう、なのでちょっと今すぐにでも見たくなりました。またでしょ、僕から見てもそうなんですよね、スリル満点だし、うん、面白いし、うん、はい、見たいですね、これね。でもスパイになってですよ、はい、これ逆に言うとプロデューサーのツンクさんを調べることができると言ったら、これどうします、二人は。うん、結構謎なんですよね、謎が多い。最近なんか森娘だね、プロデュースじゃなくて、そうです ね、 ね、 そうだったらしいのね。あのよく歌詞に乙女心の、はいはい、すごい気持ちを歌った歌詞があるんですけど、まあ、私たち10年間活動してきて、うん、ほぼその女の子の気持ちを歌ってる曲が多いんですけど、歌詞が全部つんくさん作詞なの で、 のどこからその女心を学んでいるのか気になる、気になりますね。実はスーツ脱ぐと女性なんじゃないですかね。あ、それちょっとびっくりしたね、ピー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 あ、それだけね、チャックつながりで、ね、うまい、うまい、ありがとうございます。では続いて第4位参りましょう。第4位はこちらです。平凡すぎる日常。でも平凡ということなんですかね、普段はね、うん、どういうことなんでしょう。はい、こちらです、はい、でね、非常にいい人たちばっかりが出てくる、ほんとほろりとするようなエピソードが毎回ありますね。はい、さあ、平凡すぎるチャックの日常でしたが、はい、ここで菅谷さん、徳永さんの休日の過ごし方を時間割にして書いていただきました、はい、はいはい、ではよろしくお願いします、はい、こちらです。じゃん、さあ、じゃあまず徳永さんからいきますか、はい、さあ、休日の過ごし方
まず寝る時間が朝7時ずいぶん早いですね。ご飯は食べます。これ朝食、はい、はい、1食目です。で、支度お買い物、ご飯これはお昼ご飯ですよ。ランチ美容院、ご飯、これは食べてばっかりじゃないかな。丸ごまでありますね。私1日5食なんで、でこのおやつとかもなんかお蕎麦とかラーメンとか結構重たいね。あの基本ラーメンとかは飲み物だと考えてるので、カレーじゃなくてラーメンは飲み物だと、なんか1食に加算しないみたいな。おーおーおー、はい、基本5食です。すごいですね、食べまくってるというね、休日。さあ、じゃあ菅原先輩お願いします。はい、私は、夜ちょっと寝るのが遅いですね。はいはい、2時に寝て、まあ、9時、だいたい9時準備して、ご飯食べてお買い物行って、そしてお茶アンド寝る。あ、また寝る。ここで寝るの。そうなんです。でテレビ見たりとかして。そうなんです。なんかこのお茶アンド寝るは、はい、ご飯食べた後にすっごい眠くなっちゃって、うん、その行ったお店でちょっと寝ちゃうことが多くて、その場でね、すみません、これアイドルという肩書がついてるから行ったって普通っていうね。そうですね、結構普通です。なるほど。でもね、これ本田さん、このチャックの日常は、はい、とにかくこういった普通の生活を、まあ、そうそう、5食は食べないですけど、ね、送ってるんだけども実は国家秘密を握ってるんですね。アイドルと一緒。この後ですね、第3位発表でございます。楽しみ、はい、お楽しみに。さあ、J コムテレビで生放送でお届けしています、 J テレスタイルです。さあ、今日取り上げているランキングは海外ドラマチャックの今すぐ見なきゃもったいないポイントベスト5です。ゲストは引き続きベリーズ工房から徳永千奈美さんと、はい、そして菅谷梨紗子さんです。よろしくお願いします。ワーナー TV の本田さん、はい、よろしくお願いします。はい、いいですね、アイドルの日常も知れたところで、はい、ちょっと袖めくりすぎですけど大丈夫ですか。あ、その方がね、かっこよく見える。あ、そうです。なるほど、かっこいい。というところで、ではランキング拾ってくれ。いや、もう回さないか。戻りましょう。はい、はい、じゃあ第3位、このようになっています。はい、信頼できる仲間です。やっぱり仲間、スパイものは欠かせませんね。大事、大事、大事ですね。では見てみましょう、こちらです。こうしたアクションなんですけどね、もうベリーズ工房と一緒で、もう俳優さんたちもね、完璧なコミュニケーションでやってますね。さすが、絡めてきますね。ありがとうございます。もちろん、なるほど。もうチャックイズベリーコーボベリーズ工房です。ベリーズ工房ね。さあ、ということで第3位は信頼できる仲間、はい、ってことなんです。どうですか、やっぱりベリーズ工房、はい、やっぱこう信頼できる仲間、うん、まあたくさんメンバーいると思うんですけども、うん、なんかこう初めて信頼した時って、例えばどんな時でした。そこ最近でもいいですけど、なんかまあそのちょっと真剣な相談とかした時に、はいはい、ちゃんとその受け止めて、あの自分がその何ですか、あのなんて言うんだろう、ちゃんと相談に対してちゃんと答えてくれることに対して、はいはい、あ、すごい頼りになれるし、あ、言ってよかったなってすごい思えた瞬間が、信頼できる。真面目ね、真面目ですね。でも出会ったのはもう12年ぐらいなんですよ。ハロプロキッズ時代から。そうです、ハロプロキッズ時代からなんですけど、よく聞きますね。当たり前じゃないですか、半分以上だって一緒にいるわけでしょ。はい、今一緒にリサコとはあのカップラーメンの会っていうのをよく開いてて、でラーメン2人とも大好きで、あの夜中に地方のホテルでラーメンを食べるっていう、ずるずる、はい、そういう時に、あ、カップラーメンの友だなってそうですね、なるほどね、はい、信頼できるところがあるということなんですね、はい、では、はい、ランキング続いては第2位です。第2位はこちら、もどかしい恋愛です。あ、やっぱりこれ恋愛ものもあるんですね。ありますね、カップラーメンからの恋愛、いいですね。どうなんでしょうか。さあ、どうなるのか、はい、ご覧ください、はい、そうか、あ、あ、またこの距離がもどかしいな、2人のディスタンスが、いい、うん、ね、もうずっとフリーデポっていうね、もう大変なことになってますけど、まあそれはどうでもいいですさあ、ということで、まあこれチャックはですね、スパイ同士の、まあ、恋愛禁断の愛なんですけどもね、せっかくなんでベリーズのお二人いらっしゃるんで、はい、なんかこう自分が設定の妄想で思い描く禁断の恋愛とかってあったりするんですか。すごい、ね、私は、うん、じゃあ徳永さんから。学校の先輩と後輩、あ、で、あの後輩がもちろん女の子で、うん、あの好きな人が先輩という設定なんですけど、その学校の
学年によって会が違うからなかなか会いに行けなかったりとかっていうのはちょっとよくありがちなんですけど憧れますね。やっぱり憧れ、はい、ちょっと廊下ですれ違った時ぐらいとかね、はい、あんまり喋れないのがまたもどかしかったりとか、はい、じゃあちょっと菅原さんどうですか。私は幼なじみからの、まあ、そのまま本当に結婚しちゃったとか、なんか最初は本当にちっちゃいからちっちゃい頃だからそんなお互い意識してないけど、はいはいはい、年頃の年齢になってきてからだんだんお互いを意識し始めて、うん、そのままゴールインみたいな。なんかちょっと憧れますね。いいですね。なんかよりお互い知ってるっていうね。あ、いいですね。なんかね。はい。もどかしい恋愛でした。さあ、いよいよ第1位です。1位でございます。第1位はこのようになっています。装飾系アクションです。これどういうことなんですか。どういうことなんでしょうかね。オタクの主人公ですからね。はい。見ていただきましょう。ご覧ください。どうぞ。すごい。面白いですね。ダウンロードしていくっていうね。このスパイとね、こうアクションとこう面白いところが両方混ざってますんでね。これでもね、ベリーズのお二人に例えると、はい、こうダンスとかそれから歌とか一度早くダウンロードして、一週間だけではいいんですけど、最高ですね。でもなかなかそれいかないので、ね、もう練習するのみ。チャックが羨ましい、ね。羨ましいですね。一週間ダウンロードしたいです。力が欲しい。ねえ。そしたらもう長ゼリフとかも一瞬で覚えられたりとか ね、 ねドラマの仕事もできるしさ、いろいろできちゃいますね。天才だ、ね、ではここでお知らせです、はい、本日ご紹介いたしましたチャックのシーズン3がワーナー TV にて好評配信中です。リモコンの VOD ボタンを押してコミカルな魅力あふれる最新スパイアクションをぜひお楽しみください。いや本田さん、はい、これあのシーズン3、はい、もうこれからなんですか。そうですね、もうここから見ても面白いんです。あの、はい、こうやってチャックはですね、先ほど言ったようにスパイとして本当に頑張っていくんですね、はい、で敵の組織がさらにあの拡大していって世界中に回っていきますし、はい、あのもちろんさっきのようなサラとのね恋愛関係もより複雑になっていくので、例えば今これ電話かけてるシーンですけど、サラはあのチャックから電話が来てですね、それをどうするかっていうとこういうような状況にもなっていったりとかしますので、ますます、見逃せないです。でチャックは毎回1話完結なので全部にアクションシーンありますので、どこから見ても面白いんですけど、あのまだ見たことないという方はですね、シーズン1の第1話も今やってますので、はい、ぜひそちらもご覧ください、はい、そうですね、ちょっとベリーズコムのお二人、もうこれはちょっと2人とも見たくなったんじゃないですか。見たいです、見たいです、ね、嬉しいな、はい、嬉しい。私でシーズン1の1話から見たんですけど、はいはいはい、ちょっともう続きがもどかしいですね。いや特にやっぱりあの2人の恋愛模様が、はい、もう見たい、もうキュンキュン胸が痛い、この後どうなっちゃうのかっていうね、いろんな人が楽しめますねやっぱり、はい、うん、だから女性は恋愛目線でも楽しめるし、ね、男性はやっぱ僕ら、うん、スパイが好きなんで、うん、スパイ目線でもね楽しめます、いろんな世代楽しめますね、はい、ということでぜひ皆さんですね、このチャットチェックしていただきたいと思います、はい、ということで本田敏彦さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。ベリーズの最新情報です。